申し込む。皆川美花さん特番中にインスタ更新。やっぱり羽生くんはこの世のものとは思えませんね。テレビ朝日系のスポーツ特番、中居正広のスポーツ公開スクープ狙います。外つか3時間スペシャルとして放送され、平昌冬季五輪に出場したアスリートが出演。平昌五輪キャスターで番組 MC の中居正広45とトークを繰り広げた。フィギュアスケート男子シングルで66年ぶりとなる五輪に大会連続金メダルを獲得した羽生結弦23イコール ANA は VTR で登場。写真家で映画監督の皆川美花さん45が羽生を撮影し、雑誌アエラの表紙を飾った際の秘話が明かされた。撮影の背景用に一面青いバラのセットを用意した理由について、この世のものじゃない感じを出せたらと、現実世界にない青いバラの前で羽生を撮影することにこだわったという皆川さん。その様子が流れてしばらくすると、番組放送中に自身のインスタグラムを更新し、帰国してテレビつけてたら自分が映ってびっくり。やっぱり羽生くんはこの世のものとは思えませんねと、改めてこの世のものとは思えない羽生の存在感に感嘆の声を上げていた。